バラモスの地図来たな神奈川だって6000年よ。大津に本命が来たか竜王にリセピー使ったの失態だったわ。魔王地図思ったより出土頻度高いのかな。もう処理できる限界超えたらそれ捨てて次の地図に切り替えるスタイルでもいいのか。これリセットポイント枯渇するからむしろ LV10 とか15とか高レベルの取って2回くらいリセットしてポイの方が良さそうだな。少なくとも直近1ヶ月で5魔王で揃う可能性あるからリセットポイントの使い道考えないとな。順番に出てくるのがいじってる感ありまくりだけど、まあそれで良いとは思う。16勝も来るしよくねえだろ。まるで自分たちでも生成できるような言い方を知らせしてんのに。バラモスの回復新玉の方が汎用性高いもんな。勇者の盾にバラモスダメージ足す 20% あるけど魔も盾なしか。手持ち見たらラーミア追加に王者喧嘩にあったからバラモス耐性はひとまず大丈夫そうだ。バラモスのネクロ正気浜も盾で防げないぞ。また魔人の斧が輝くかもな。ネクロの正気は飛べる裏で防げるかしか。マーセレシア持ってないんだけど。ふと思ったんだが、魔王の地図を生成できた人が魔王討伐なんかできない雑魚だったらその地図は永遠に出回ることはないんだよな。ライトユーザーも結構いること考えたらそんな事態が頻繁に起こるんじゃないか。案外すでにあるかも。ネットでろくに多くの情報を探らない人なら地図できたとしてもみんなにできてるとか思って回さないとかもあるかもね。魔王の地図は宿屋にチェックインしない人のところでできても出回らんというのもあるな。竜王さんの覇者の投機2連続ってどう対処する道。最大 HP の 50% ダメージを2回だなんて竜王さんは算数できない道。覇者の投機対策調べたらローマン砲で撃たれる前に倒すとのこと。または覇者覇者撃たれないよう祈る。つまりとある武器持ってない人は実質クリアできないクソコンテンツじゃないか。何これ。試してないけどヘナトスやゾンビキラーで火ダメ減らないのかね。陶器2連はそれまでに倒す時間切れってことかなの。老現地にバラモス取りに行ったらガセだったらしい。対策としてはロマン砲で一気に倒す、ラーミア祝福で縛る、ロト装備でダメ軽減とかじゃね。一撃死なんて FF 始めた RPG でも散々あるし今更文句言ってもしょうがないだろ。陶器覇気はよく見るが陶器は見たことがないな。ちなみに前者なら覇気は仁王立ちで止められるので仁王立ちしてる間は粘れる、あとは投資注入だな。もうバラモスってこのペースで新しい魔王の地図追加&16章開始とかになったらウォーカーズスキルをかけら稼ぎに全振りしても全然足りなくなるな。もたもたしてると受け取れる地図レベルどんどん上がるし奇跡の剣拾いまくれてか、なんで魔王地図24時までなのよ。危うく24時直前にやるとこだったわ。魔王地図にぶっ刺さるな。魔人の斧最高。レベル8で受け取って正解だったな。もうリセットポイントないし11以上は倒せる気しない。最近の攻略ワンパンロマン砲みたいなのばかりで嫌になってきたわ。アンコールとかロマン砲とか俺も嫌いだけどやらないと勝てなくなってきたな。まともにやってたら自利品するような敵出してくるのがこの運営なんだからどうしようもないだろう。竜王獣まで倒したけどロマン砲なんてせずに堅実に手動で回復2人体制で倒したよ。というかメガモンみたいに一戦の時間効率求めるようなもんじゃなくて、どうせ連戦なんてできないんだからじっくり死なない形で戦えばええ。ロマン砲撃たないと後半戦が魅了されないことをお祈りする運ゲーになっちゃう。ロマン砲とはいかないが半分まで減らして一気に魔剣士でフォースブラストして勝てたんだんだが地道に倒したの。竜王ワンパン動画は普通にありがたいけどね。普通にやって倒せる気がしないわ。ただワンパンばっかりでつまんねって意見もわかる。銀河から1年以上経つし飽きるわな。竜王にロマンなしで勝てるって人はかなり火力があるんだろう。あるいは運がいいか HP 半分切ったら覇者の陶器まがまがしい覇気が1ターンで来る。これが来ると竜王耐性 15% くらい積んでる守り陣しか生き残らなかったよ。 LV7 での話。自分まさに運ゲーだったで終盤ここでヒーラー魅了されたら人生終わりなりのハラハラ感で倒したったわ。これがメガモンだったら毎回こんな死闘を演じてられっかだけど、どうせリセピー15も使う弾にしか戦えない相手だし。うっかり新規が LV11 地図とか手に入れたら詰むのでは。新規が言うなら LV1 取っても勝てないから別にいいんじゃね。1年後には誰でも勝てるようになってるだろうし、詰むなんてことは 100% ないし。魔王地図って捨てたらまた宿で新しいレベルのを取れるの？罠っぽいな。2枚目の竜王が出たら試してもいいか。ブレア地図も来てるな。ブレアが一気に大阪と愛知と出た。